はいはいはい、どうもこんにちは、マキオです。今日もね、映像制作の話をしていきたいと思います。今日はね、ちょっと皆さん悩みも多いレンズ選びのお話をしたいなと思ってるんですよ。最近ね、レンズのお話とかしてなかったんで、久しぶりにレンズの話をしたくて、なんでかっていうとですね、最近自分の YouTube だったりインスタとかでもね、ショートの動画を上げてるんですよ。ショートで1分間で学べる動画みたいなのを上げていて、そこで最初に買うレンズ何がいいんだろうっていう動画を出したんですよ。昔は単焦点レンズの方がいいって僕は言ってたんですけど、今はズームレンズをおすすめしてますっていう動画だったんです。結構ね、その動画見ていただけて、 YouTube ショートでも7000回近くだったりとか、インスタの方でも1万回以上とか再生されていて、いろんなコメントいただいてるんですよ。でそこで反対意見とかもね、見られたりとかしたんですけれども、ちょっとやっぱりね、1分だけでお伝えするのは難しいなと思って、特にレンズとかって奥が深いものなので、よりちょっと詳しく、自分がなんで今ズームレンズがいいと思っているのかっていうのをより詳しくちょっとね、お伝えするために、ちょっとこの動画で、もう一回説明をしていきたいなというふうに思っております。なのでね、ぜひレンズ選び悩んでいる方だったりとか、これからね、こう仕事としてしっかりやっていく上で、どういうレンズ買ったら方がいいのかなっていう風に悩んでいる方っていうのは、ぜひ今日の動画を参考にしていっていただけると嬉しいかなという風に思います。ということで、今日も動画本編いってまいりましょう。スタート。マキオチャンネル。はい、ということでやっていきたいんですけれども、結構いただいたコメントだとね、その単焦点レンズとズームレンズの特徴の違いが知りたいんだとか、単焦点のレンズが綺麗に撮れるとか、よくボケるとか、なんかそういう話はしてくれないんですかみたいなコメントがあったりしたんですけれども、もうそんなね、当たり前なことっていうのは僕のチャンネルでやっても仕方がないかなと思ってるんですよ。っていうのは、もう先人たちがね、そういう動画いっぱい出してくれていて、あ、そっか、単焦点レンズの方が絞りがより明るくできるから、暗い場所でも強いし、背景もよくぼけるし、ポートレートとかにも向くよねみたいな話とかっていうのは、もういろんな方がしていただいてるので、なんかわざわざ僕がもう一回やる必要もないなと思っていて、僕のチャンネルのやっぱり特徴って、僕が映像制作未経験のところからね、カメラを買って、気づいたらフリーランスとして独立して、今は自分の会社を持っているっていうところで、そこからの経験っていうのをお話ししていくっていうのが、結構僕のチャンネルのいいところだと思っているので、そういうこう仕事という目線でどうかっていうお話を僕のチャンネルではしていきたいんですよ。例えばこれね、便利ズームレンズって言われてる、このズームレンズだと 24mm っていう、まあ、広角域から 105mm っていう中望遠の中域ぐらいまでズームができるので、まあ、大体の焦点距離ってこれでカバーできますよねっていうのは、まあ、当然そうだし、でも絞りっていうのは F4 なので暗いし、まあ、背景綺麗にボケるようなショットは撮れないし、でも例えばこの 50mm の単焦点だったら 50mm で F1.2 っていう非常に明るいレンズになっているので、当然じゃあ開放にした時のボケっていうのも美しいし、解像感っていうのもやっぱズームレンズよりは綺麗、圧倒的にやっぱ綺麗に映ります。ただ 50mm しか撮れないので、もっと引きたい、もっと寄りたいっていうのは難しいですよねとかっていうのは、まあもちろんあるんですよ。そういうことはもちろんあるし、僕も50mm のレンズのレビューだったり、あと今撮ってるのが 24mmF1.4 の単焦点レンズ、 G マスターのレンズをつけて今撮ってるんですけれども、これがね、要は広角域なのにすごくボケるから面白いみたいな動画とかも出しているので、まあ、そういう動画もぜひ見ていただきたいんですけれども、今日はそういうお話ではなくて、現場に出る上でどうなのって話をしたいんですよ。あと僕、昔の動画では単焦点おすすめだよ、単焦点買ってねっていう動画を出してたんですけど、なんで変わったんですかっていう部分のお話とかっていうのも詳しく今日はちょっとお話をして説明をしていきたいなというふうに思ってます。じゃあなんでズームレンズの方がいいと思ってるんですかっていうお話なんですけれども、それね、単焦点の方が綺麗に撮れますよ。綺麗に撮れるのは単焦点だし、作品撮りとか、あなたが映像作家で映像作品を作っていくっていうんだったら、僕は圧倒的に単焦点をおすすめしたいんですけれども、現場に出て仕事として映像を作るってなった時には、やっぱり総合的な判断で選ばなきゃいけないんですよ、機材って。で、絵の美しさっていうのももちろんその総合点の中に含まれるんですけど、総合点の一部であり、他にもスムーズに現場を回せるかとか、限られた環境の中でしっかり撮れるかとか、そういういろんなものが求められて総合的に映像が作られていくっていうものなんですよね。その中で一番良くないのは、どこかにこだわりすぎて結果的に撮れなかったっていうのが一番良くない現象なんですよ。例えば絵力にこだわるためにセッティングをめちゃくちゃ重視する、めちゃくちゃいいことですよ、めちゃくちゃ大事だしかっこいいんですけれども、その結果何かが間に合わなくて撮れなかったってなると、それはもう仕事としてアウトなわけなんですよ。なので一番重要なのは、ちゃんとまず撮れる、必要なものが撮れるかどうかっていうところが大事なんですよね。でその求められるものっていう中で、僕たちがこの仕事って言ってるのは、僕たちがやっぱり現場に出ていくことが多いのって、売上とか利益みたいなところを考えても、
企業さんの紹介動画とか、あの採用の動画、プロモーションだったり、製品のこう紹介の動画だったり、そういったものが増えていくんですよ。僕たちが未経験の中でいきなりじゃあ映画とか、いきなりテレビとか、そういう仕事に行けるかって言われると、まあ難しいですし、そういう仕事が決してこう、利益率がいいかっていうと、そうでもなかったりする難しい問題もあったりとかして、主にネットに上がっていくような動画をやっていくっていう中で、じゃあどうなっていくのかっていうと、予算規模っていうのはやっぱり大きくないんですよ。予算規模というのは大きくない。映画みたいに何億とか、 CM みたいに何千万とかってお金がかかっているわけではなくて、やっぱり100万円、50万円とか、そういうバジェットの中でやっていく仕事が多い。そうなってきた時に、じゃあ専用のスタジオを抑えられないし、出演するのも従業員の方だし、みたいな風になっていくんですよ、必然的に。要はプロじゃない人が出る、プロ用じゃない環境で撮る、そういった場面がいっぱい出てきます。そういう場面って制約がすごく多いんですよ。例えば僕のねこのオフィスも狭いですけれども、距離があんまり取れない、インタビューの場所が本当にただの会議室で、カメラ位置そんなに自由に調整できないとか、働いてる様子を撮るみたいな時も、その現場に入ってその現場の限られた空間の中で撮るとか、そういう場面が非常に多いんですよ。でその度にじゃあ単焦点レンズをつけていて、 50mm つけました、ちょっと遠いな、じゃあ 24mm つけ替えますねみたいなことをやってたら、今度は従業員の方っていうのは仕事中に来ていただいているので、何時までしか時間取れないですっていうことも往々にしてあるわけです。撮れませんでしたになっちゃうと、もうそれは仕事を遂行できなかったになっちゃうんですよね。で、そういう場面ってめちゃくちゃ多いんですよ。これは良い悪いは置いといて、仕事としてプロの仕事として納品するっていうのを考えた時には、こういう状況っていうのはものすごく多いんですよね。せっかくなのでちょっとケーススタディをお話ししていきたいと思います。自分のよくある現場で、例えば、B2B の例えば工場とか倉庫とかに向けて作られている自動ロボット、自動化ロボットみたいなものの導入を紹介する動画っていうのを結構僕は実は作らせてたことが多くって、そういったものってじゃあその倉庫に行って、導入されている現場に行って、でその場でその現場を見て、従業員の方がどこに配置されていて、従業員の方はどういう作業をしていて、その機械がどういうふうに動いているのかっていうのをその場で撮る、プラスアルファインタビューも撮る。でそれはロボットが動いて、その機械が動いている時間っていうのは日中のこの 2,3 時間の間に撮ってくださいみたいな、その間だけ稼働してますとか、もしくは撮影許可が出てますとかっていう風な場面っていうのがあったりします。でそういう時に当然その限られた時間の中で機械の寄り引きを取らなきゃいけない、従業員の方の寄り引きを取らなきゃいけない、もしかしたら従業員の方はすごく遠くにいるかもしれない、もしかしたら空間めちゃくちゃ狭くて引きが作れないかもしれない、そうなってきた場面で単焦点レンズをいくつも付け替えてっていうのはやっぱり難しいですよ。ですし、じゃあ最初に1本って考えた時に、じゃあ 50mm だけ買いましたとか、 24mm だけ買いました、 35mm だけ買いました、で、あ、ちょっとこの焦点距離合わないんで求められてる絵撮るの難しいですってなると、そもそもそういう状況が想定されるカメラマンには仕事頼みづらいですよ。多少暗かろうが、多少 ISO を上げなきゃいけなかろうが、24-105F4 ズームレンズをつけてどんな場面でも撮れるっていう状況を作るっていうのが、その時の、ベターな答えになるんですよ。例えばね、予算もしっかりかけて、もうそれ専用に別の場所でセット組んで、その中に機械を置いてとかやるんだったら別ですよ。そういう場合だったら、もう単焦点でバチって画角を決めて、一番いい画質で撮るみたいなことって全然あると思うんですけれども、そういう現場ってもう入って出たとこ勝負で、撮れる素材は一つしきりたくさん撮って、で編集で選んでいくみたいな風なやり方をする。予算規模的にもそういう風になりがちなんですよね。やっぱりズームレンズの方が適している。あとね、もう一個のケーススタジオで、僕ちょうど明日テレビ CM の撮影の現場のビハインドを撮りに行くっていう仕事があるんですよ。要はメイキングですね。メイキングを撮るっていうのがあって、その現場とかっていうのも、じゃあ女優さんがどこにいて、どのポジションにいて、スタジオのどの位置に移動して、で、撮影中から、カメラに戻ってきて、チェックをしているみたいな場面を撮るとか、ちょっとオフのシーンを撮るみたいな時に、やっぱね、単焦点で自分が動き回れないですよ。入れないエリアとかあるので、自分が。なので、ズームレンズで寄り引きをしながら撮るっていうのがやっぱベストだし、CM のビハインドだけじゃなくても、イベントの記録撮影とかでも同じようなことが言えます。マキオチャンネル。もう一つね、思ってほしいことがあって、単焦点レンズを選ぶっていうことは、一つやっぱ大きいポイントとして、この絞りがね、F4 より、F2.8、
F2、F1.4、F1.2 というふうに何段も明るくできるっていうのは、やっぱり単焦点レンズのいいところっていうのは間違いなくあるんですけれども、今のカメラ、まあそれこそソニーの α7S シリーズもそうだし、別に α7IV でもそうだし、まあキヤノンもニコンもそうですけど、今って ISO って全然上げていいですよ。僕はなんかすっごい ISO の値気にする人いますけど、 ISO がいくら以上いくと怖いとか、ISO いくらで設定してるんですかとか、いくらで撮ったらノイズ出ませんかとかってめちゃくちゃ言われるんですけど、別にいいっすよいや怒られるかもしれないですけど、別にいいっすよ。別に ISO で α7S3 6400とかってね、ノイズ乗りやすい数字なんですけど、じゃあ6400で撮った絵が全く使い物にならないかっていうと、僕全然そんなこと思わないんですよね。ノイズ乗ってるけど、グレーディングで全然なんとかできるし、カメラの性能がいいので、ノイズが乗ってても破綻してる絵ではないし、ダヴィンチリゾルブのね、ノイズリダクションとかってすごい優秀なので、正直、あ、これ使えねえ絵だわまで行ったことってあんまないんですよ。特に、じゃあさっきのケーススタディでお話しした倉庫の中で撮るみたいな時って、F4 のズームレンズをつけると、倉庫とかって暗いのでね、で、2万とか3万台とかまで上げることあるんですけど、上げてそこまで行ってもね、そんな困んないです。あ、これ使えねえ絵だわっていうのはならないんですよね。なのでもうちょっとね、カメラと編集ソフトのことを信用して ISO 上げてもらっていいんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。いろいろ言ってきましたが、撮れることが一番大事なんですよ。僕らの仕事って撮れているっていうことが一番大事で、撮れてないっていうのが一番どうしようもないことなんですよ。撮れていれば多少ノイズが乗ってようが、多少露出が適正でなかろうが、なんとかすることって可能性として残されている。でも全く撮れてないですっていう状況に関してはもうどうしようもないんですよ。もう一回撮りに行くしか解決策がないんですよね。で、そうなってきた時に、単焦点レンズだと撮れないけど、ズームレンズだと撮れるものっていうのはたくさんあります。一方で単焦点レンズはズームレンズでは出ないような綺麗さとか演出ができるっていうのが単焦点レンズのいいところです。それはもう素晴らしいし、何事にも変え難いことなんですけど、いろいろ予測不可能なことが起きる現場でどっちが大事ですかっていうと、撮れないものがないズームレンズの方がいいんですよ。いいというか、僕はいいと思っていて、出番として非常に多いし、そういうなんか何か仕事の依頼を受けて、特にある程度こう単価が乗ってくるような仕事で単焦点レンズを使うっていう現場はどんどん少なくなっていってるなっていう印象があります。僕ね、こんだけ言ってますけど、単焦点レンズすごい好きなんですよ。すごい好きなので、悲しいところではあります。もっとね、この 50mm の F1.2 とか使いたいんですよ。めちゃくちゃ綺麗だから。なんですけど、その現場のタイムテーブル、空間、映っている被写体の人、そういったものを総合的に考えると、やっぱこっちを撮るっていう場面が最近は本当に多いです。いや、俺はもう単焦点レンズで行くんだと、もう誰が何と言うが、俺はこれを使うのが自分のスタイルなんだ、 50mm で全部通すんだっていうのを、僕はね、かっこいいし好きです。そういう人僕は好きですよ。好きだし話聞きたいなって思うんですけど、いや、一般論に落とし込んでいて、より角度を上げていくっていうのであれば、ズームレンズの方が、仕事を取っていける可能性っていうのは僕は高いなというふうに思ってます。はい。で、昔ね、その単焦点レンズの方がいいよと、単焦点レンズまず買おうぜって僕は言ってたのに対して、なんでズームレンズの方がいいよっていうふうに自分の意見が変わっていったからなんですけど、仕事の内容が変わっていったからなんですよね。仕事の内容が変わっていって、より、なんて言うんでしょう、昔は結構自主制作のニュアンスがめちゃくちゃ強かったんですよ。ミュージックビデオを主に作っていたし、こう自分で全部構成も考えて、コンテも考えて、撮影も自分一人、もしくはアシスタント一人で、クライアントももう企業というよりかはミュージシャンで、事務所とかも入らず1対1でやっていくみたいな、そういうものが多かったので、全部自分でコントロールできたんです。さらにミュージックビデオって、この絵の美しさみたいなところがすごく大事、そのクリエイティブ要素っていうのが、その総合力の中でもかなりポイントとして高いものなので、単焦点レンズばっかり使って撮ってたんですよね。ただそこから、いろんな企業向けのお仕事とかさせていただくようになって、制作会社から制作のご依頼をいただくことも増えていって、要は関わる人も増えていったし、仕事の内容もよりこうカチッとしたというか、しっかりしたものになっていったんですよね。企業向け 2B のものになっていった。それと並行して、その自分の自由度っていうとなんか難しいんですけれども、全て自分が OK だったら OK みたいなものではなくて、自分も制作会社もクライアントも OK を出せる、その中で撮影の調整をもろもろしていくみたいな現場が増えていった。で、
かつ、まあ、今僕が皆さんがフリーランスで食っていく会社員時代よりも稼ぎを出したいっていう方だったら、今の僕がやってる仕事とかの方が見入りとしては売上としては全然いいんです。やっぱミュージックビデオって楽しいんですけど、それ自主制作に近い、自分でドラマ作ってみたとか自分で映画作ってみたみたいなものって楽しいしクリエイティブだし、そういうことやってる人僕は最高だと思うんですけど、売上っていう意味でいくと結構厳しいものがある。もちろんそこでめちゃくちゃ名前が売れて映像作家としてトップクラスになれば、もう僕ら平平凡凡なフリーランスとはもうかけ離れた世界が待ってるとは思うんですし、思いますし、そこ狙いたいっていうのも全然僕は素晴らしいことだと思うんですよ。僕もミュージシャンずっとやってたので、その世界を音楽で狙ってた人間なので、その気持ちはめちゃくちゃわかるんですけれども、堅実にしっかり仕事をしていくっていう意味でいくと、今自分がやってるような企業向けの仕事っていうのを皆さんには狙っていっていただいた方が確実に生活は豊かになっていくと、僕は思っているので、その意味でも単焦点ではなくて今はズームレンズがおすすめっていう風に言ってます。このニュアンス伝わってますかね。だから今僕もミュージックビデオって基本的に今で金額も昔から変えてないですし、上げちゃっても結局ない袖は触れないというか、ミュージシャンがお金払えなければ意味がないので金額は特に上げてないですし、仕事としての利益っていうのは、他の企業向けの仕事で出ているので、ミュージックビデオはほとんど自己表現の域としてやってるんですけど、そういった場面だともう単焦点しかほとんど使わないです。ほぼほぼ単焦点で撮っている。もうこういう最近だとこういうの作ったりとかしたんですけれども、こういうのも単焦点で撮ってる。なので結構使い分けてるんですけれども、そういう仕事のいわゆる現場色の強い現場に行くっていう時は自分はズームレンズを使っているし、これからねカメラを準備したいと思っている方で、しっかり仕事にしていきたいと思っている方にはズームレンズをおすすめするっていう話でした。もう逆にもう趣味性が高いね感じ、自己表現として美しい映像、美しい写真を撮っていきたいっていう人に関してはもう単焦点は変わらずおすすめしている、そんな感じです。はい、ということで今日は僕がなぜ単焦点からズームレンズの方がおすすめだよっていう風に変わったのかっていうのを詳しくお話をしてみました。結構ね生々しい話だと思いますので、ぜひ参考にしていただけると嬉しいです。こんな感じでね、自分が未経験からカメラ買ってフリーランスになってっていうような経験をもとにね、感じたことや得た学び、情報を発信しております。今日の動画面白いやんって思っていただいた方はですね、ぜひチャンネル登録していただいて、もう一本動画も見ていただけると僕としては非常に嬉しいです。ではまた次の動画でもお会いしましょう。じゃあね。